はい、あくびです。今月もちょっと雑談動画やっていきたいと思います。最近めちゃくちゃ松田推しなんですよね。なんか松田3も CX5 も良かったなって思いながら、そうロードスターとかもねすごく良かったなと思って、あの BRZ に試乗した時かな、いつだったかちょっと忘れたんだけど、この日本車のライトってあるじゃん、ウインカーについてるくるくる回すやつ、試乗車のライトを消そうと思った時にあれどこってなって、すごいね分からんくなって、一瞬分からんくなって、すごいキョロキョロしてあれって言ったら、そのディーラーの人がどうしたんですかって言われて、あれ電気ってどうやって消すんですかって聞いて、でそのディーラーの人ってちょっと若い人で、多分ね外車のその電気のスイッチってちょっと違うっていうのは多分知らんと思うんだけど、えいや普通になんか普通にスイッチありますよねなんかって言われて、すごい気まずい雰囲気が流れて、でえそれ言われても俺どれみたいな、えどれどれってなってで、あいやいやこれですってわざわざこうね乗り出してこう教えてくれて、ウインカーのとこついてますよって言われてあーってなってめちゃめちゃ恥ずかしい思いして、であの日本車のさ電気のスイッチってさ、あれ分かりにくくない、マジで今何がついてるか全然分からんくない、あれなんか決まっとんかな、日本車はあれじゃないといけんみたいな、なんなんかな、なんかあのスイッチ嫌なんよね俺、嫌なんよね俺っていうか、その分かりづらい、いつもなんかどれってなってしまうというか、えどれ今えどれこれオートみたいな、えどれフォグとか、何これってなってしまう。いやマジこれドイツ車乗っとる人あるあるじゃない、まあ、外車乗っとる人あるあるか、あの電気のスイッチちょっと変えましょう日本車いやマジでホットに最近それすごい思う、ね、まあ、そんな雑談タイムですね。あそうだ、この雑談タイムの時だけちょっとね毎回ちょっと告知というか、毎回募集をさせてもらいたいんだけど、出演してくれる人募集みたいなことやったと思うんですけど、あの出てくれる人募集してます募集してます。あのねどういう感じでやろうかっていうのを、まあ、まだ考え中なんだけど、あの顔出しとかね、まあ、OK な人は OK でいいと思うんだけど、あの顔出ししたくないっていう人は絶対になんかモザイクとか、何かモザイクはちょっと失礼かな、まあ、あの顔が出ないような形にして、編集したいと思います。でやっぱ心配じゃないですかなんか初対面のねやつがちゃんと編集してくれるかどうか、まあ、心配だと思うので、動画自体は、その出演してくれた方は一番最初に見てもらおうと思います。はい、なんかダメなところがあれば、言ってもらえれば、ちょっとあの手直し加えて、その動画を YouTube に上げるっていう形にしたいので、まあその辺はねちょっと安心してもらえたらなと思います。変な動画を勝手に公開とかはしないようにするので、はい、まあ、その辺はちょっとねあの安心してもらいたいなと思います。前コメントであったのは TCR に乗ってる人から、コメントいただいたんですけど、まあ、TCR にぜひね乗ってみてほしいっていうコメントがあったので、乗させてもらって GTI との違い、まあ、話させてもらうとかね、そういう感じでもいいかなと思うんで、まあ、基本的に内容自体は、まあ、愛車遍歴とか、その今買った車の、決め手とか、まあ、迷っとった、候補者なんかも話してもらえたらなと思います。はい、まあ、そういう話をね2人で車に乗りながら、話せたらなと思います。基本的にはそれが動画の内容になると思うんで、内容っていうか、主な、内容になると思うので、まあ、そんな感じですね。まあ、もしねもし出てもいいよっていう方がいたらですね、まあ、コメントとお待ちしてます。はい。
まあ、ちょっと遠すぎるとねちょっといけないんで、その辺はちょっとご理解していただけたらと思います。はい、CX5 の動画のコメントかなで、分かりやすいレビューですねみたいなこと言ってもらえたのがもう本当嬉しくて本当嬉しくて、もう言ったらいいだろう、もう激浅浅チャンネルじゃないですかこのチャンネルってマジで激浅浅チャンネルだと思うんで、いや本当に難しい言葉は使いたくないですよね。はい、トルクとかね、トルクがすごいけ何なんかちょっと俺にはまだね、なんか見たけど調べて見たけど何のこっちゃかわからんので言葉にうまく使ってできんので、まあ、そういうねなんか難しい言葉をなるべく使わんような、まあ、浅さがまあ売りだと思うんで、いやすごくね嬉しいコメントありがとうございます。でもまあ言ってもこう GTI 所有者の人がこう割とこのチャンネルは多いと思うんですよね、登録してくれとる人って。あと気になるなんか車あります？試乗車ちょっとそれを教えてほしいな。気になる試乗車あります？まあ、GTI を乗っとる人の感想が欲しいと思うけん、乗ってほしい車があればちょっと教えてほしいんですけど、なんか終わり方むずいな、終わり方むずいな、いっか雑談タイムだしまあまたね来月も、試乗行きたいと思いますんで、まあ、ゴールデンウィークあるけちょっと試乗回数どうかな、減るかな、どうかな、またちょっとね乗りに行きたいと思いますんで、乗ってほしい車があればちょっとねぜひコメント欄お願いします。今気になってる車とかね教えてください、お願いします。そうだ、あんまりねこういうこと言いたくないんですけど、チャンネル登録していただいてね、チャンネル登録者数が増えれば、また GR ヤリスみたいにお金を使ってレンタルしてしっかり試乗しますのでまだチャンネル登録されてない方はですねチャンネル登録していただけると嬉しいです。高評価お願いします、ありがとうございます。まあ、見ていただいてありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。まあ、また次の動画で会いましょう。バイバイ。インスタグラムで試乗したい車などを載せてます。概要欄に URL を貼ってますので、もしよろしければフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。